コッツに基づき開発されたドラゴン宇宙船商業機動輸送サービスは NASA が計画し調整を行っている国際宇宙ステーションへの民間企業による輸送サービス計画である。この計画は2006年1月18日に発表された。NASA は少なくとも2015年までには国際宇宙ステーションへの商業輸送が必要になるだろうと提案した。コッツは 商業補給サービス計画とは区別しなければならない。コッツは補給機の開発に関わるものであり、CRS は実際の運搬を行うサービスになる。コッツはマイルストーンの進捗に応じて NASA からの支払いが行われるもので将来的な輸送契約を約束するものではない。一方、CRS は義務的な契約となるため、 契約者は計画の失敗時には責任を有することになる。関連する計画に商業乗員輸送開発があり、こちらは国際宇宙ステーションのクルーの交代サービスを行うための商業有人宇宙機だけの開発を目指す。コッツ CRS、c CR シ,シデルの3つのプログラムは NASA のコマーシャルクルーカーゴプログラムオフィスが管理している。 国際宇宙ステーションへ物資輸送を行う政府が運用する宇宙船の代わりとなる民間企業による商業軌道輸送サービスの実証のために NASA はスペースシャトルの1回の飛行よりも廉価な5億ドルの融資を2010年までに行っている。これ以前の NASA のプロジェクトとは異なり提案された宇宙船は主に開発した会社自身によって所有され費用を確保する。 また、アメリカの政府機関と商業カスタマーの双方に貢献するように設計される。NASA はより明確になった時点でミッションの契約を結ぶ予定。宇宙船の高精度な軌道投入技術と宇宙ステーションへのランデブー技術が必要とされるため、このサービスには現在までに実現している通信衛星等の商業打ち上げサービスより困難が伴う。 民間宇宙飛行企業は4つの特定のサービスエリアにおいて競争を行っている。NASA は2006年にロケットプレーンキスラーとアライアントテックシステムズと協定を結んだが、後に RPK との協定は同社に十分な自己資産がないことから破棄された。NASA は2008年12月に別の ISS への貨物輸送契約を入札し、 オービタルサイエンシズとスペース X の2社を選んだ。2012年5月にスペース X 社のドラゴン宇宙船が、翌2013年9月にはオービタルサイエンシズ社のシグナス宇宙船が ISS に到達し、計画は達成された。NASA は1990年代半ばに代替アクセスと名付けた ISS 輸送サービスのための計画を模索した。 NASA は他の研究計画を差し置いてまでは大体のアクセス方法の検討に資金は配分しなかったが、この計画は ISS が重要な打ち上げ事業の市場機会となることを多くの企業家に納得させることができた。有人宇宙飛行のための軌道輸送を NASA は何年も維持し続けていたが、NASA は自由市場の企業の方が政府の官僚制よりも 効率的かつ廉価にこのようなシステムを開発、運用できるという結論に至った。当時の NASA 長官であったマイケル D ・グリフィンは、手頃な商業機動輸送サービスなしには、NASA は宇宙開発の展望の目的を達成するための十分な予算は得られないだろうと述べた。もしこのようなサービスが2010年の終わりまでに、 利用できなかった場合、NASA のスペースシャトルの大大器であるオリオンの完成が2014年まで準備できない可能性があるため、NASA はロシア連邦宇宙局のソユーズ、プログレス補給船、エサの欧州補給機、または JAXA の宇宙ステーション補給機などの軌道輸送サービスを調達せざるを得なくなる。しかし、NASA はコッツが運用に入れば、その後ロシアの宇宙貨物輸送サービスを調達する。 必要はなくなる。NASA は ISS に対するコッツサービスの実現は少なくとも2015年には必要になると予想している。NASA は1年に約6回毎年10トンの輸送を行うと想定している。NASA 長官はコッツの第一段階が成功した段階で宇宙輸送サービスの調達対象を軌道上の燃料補給ステーション及び付きへの 輸送任務まで広げられる可能性を示した。2006年5月、NASA は、さらなる評価のために6社の提案を、準決定案として選択した。2006年8月18日には、NASA の探査システム計画局が、スペース X 社とロケットプレーンキスラーの2社が、コッツ計画のフェーズアイとして選ばれたことを発表した。2006年11月8日、RPK とアライアントテックシステムズは、 アッテックが K1 宇宙船の主契約者になると発表した。NASA は RPK が2007年7月31日の期限までに十分な民間基金を準備することができなかったことに対して警告し、2007年9月に同社とのコッツ協定を打ち切り、余ったコッツ予算から1億7、500万ドルを RPK 以外の別の企業に与えることにした。 2007年6月18日には NASA は払い戻し不要な宇宙計画協定を別の4つの会社と契約したこれらの協定は資金援助の項目を全く含んでいないが NASA は企業が提案した宇宙船の開発を支援するために情報の共有を行うことに同意した2007年10月22日 NASA は第1段階で使わなくなった1億7 500万ドルの予算に対する新たな提案を求めた基金の2007年11月の締め切りまでにいくつかの新たな企業が提案に応じた。2008年1月、産業界の消息筋は競争企業がスペースハブ、アンドリューススペース、プラネットスペースとオービタルサイエンシズ4つに絞り込まれたことを明らかにするとともに発表は2月7日に行われるとした。 いくつかの情報筋は、アンドリュースではなく、ボーイングが残っていることを示唆した。2008年2月19日、第2段階の選定ではオービタルサイエンシズ、コーポレーションのシグナスが選ばれた。2006年3月には、20社以上の会社組織が、コッツ提案を公的に発表した。NASA は2007年11月21日までに、少なくとも7つの企業から、 新しいコッツ提案を受け付けた。2010年6月、スペース X 社は、ファルコン9ロケットの初打ち上げに成功。同年12月に、コッツに基づく1回目のデモフライトを実施し、ドラゴン宇宙船は地球を2周した後、大気検査突入を果たし、民間発となる地球周回軌道からの帰還に成功した。ついで2012年5月には2度目のデモフライトを行い、 民間発となる i s s へのドッキングにも成功。コッツの目標を達成した。同年10月からは CRS に基づく補給ミッションを開始している。オービタルサイエンシズ社も2013年4月にアンタレスロケットの初打ち上げに成功。同年9月にはコッツ。2006年の計画開始から7年を経て2社、いずれもがコッツによる宇宙船開発を達成した。 総合リファレンス、日本語英語、ありがとうございます。